OK。 はい、じゃん。ということで今日は伝説工業店に来ました。で、なんとじゃん、はい、竹田さんのブースに来ました。竹田さんはですね、何でも総合的にご提案してくれるんですけれども、もうすぐ夏暑いということで、今日はランニングコストゼロで省エネできる商材をご提案してくれます。ちょっと来てください。3つあるんですけどね、その1、はい、これルームシェードです。見てください、これね、屋根の上に、なんだこれすごいんですよ。なんかね、すごいのが貼ってあるんですけど、これ施工も簡単で、これ暑いんですけどね、ここ入れると全然暑くないっていう。これで日射も跳ね返す、熱も跳ね返してくれる。で、さらにこれ入れ子になってるので、風が通るんですね。ということで、この下の工場とかもですね、建屋くんが快適に過ごせるということになってます。で、これすごいのが、こんななんかちょっとペラペラっぽいんですけれども、これ石垣地面の土足とかでも耐えられるような設計になってます。しっかりね、ここで押さえてあるんですね。だから施工方法がめちゃくちゃ簡単で、特に電動の機材とかいらないんです。これをですね、しっかりね、ポキッとやることで施工ができるので、短期間でできるので、これかなりおすすめです。はい、ぜひね、屋根の上に置くところですね。でもうち屋根ないんだよ。あ、待って、あのですね、結構熱の出入りっていうのはまだ激しいんですね。で、はい、これ見てください。エコガラスコートっていうので特殊な、ね、透明な金属を塗ってあるみたいです。で、そうするとこれ、はい、こっち見せこう暑いですね。はい、施工済み、全然暑くないということで、これで真夏の太陽とかね、熱を遮ることができちゃうんです。で、これ私のお家も大丈夫だし、車の窓ガラスなんかも濡れちゃいます。もちろんね、お水なんかも濡れるので、これランニングコスト0円ですし、空調代もね、浮きますので省エネになります。で、これすごいのが、夏もなんですけど、切るとですね、はい、こっちガラス冷たいんですけど、こっち暖かいんですよ。ということで、冬の暖房なんかも熱を逃さないということで遮熱してくれるんです。これすごい。で、さらにですね、もっとすごいんです。遮熱シートということでね、はい、この銀のやつなんですけど、これもね、またここ暑いんですけど、こっち暑いです。もうこれね、工場とかめっちゃ大変ですからね、40度50度当たり前。でもこっち全然大丈夫ですね。はい、あの大気と同じような気温になってますけど、ということで、これが遮ってくれるんです。で、これのすごいところは跳ねちゃうので、これ延長だけじゃなくて、こんなね、機器、熱を発する機器なんかも跳ねちゃうんですね。で、なんとこの竹田のね、営業マンの方ですね、お気に入りすぎて、この自前のね、クーラーボックスにも貼って、はい、冷凍庫が3倍になってます。ということでね、こういうのにも使える、何でも貼れちゃうんですね。ということで、竹田さん